はい、皆さん、こんにちは。面白雑談系の見て思った話。おまきながらなんですが、スタンドアップスタートというドラマ、見ました。まあ、竜星涼さんが主演なんですよね。ドラマ見て、まずね、いやー、元気出るなーっていうのがね、第一印象なのでね、ちょっと見て思った話してみたいなーと思いました。三星太陽ね、竜星涼さんが演じているんですが、まあ資産は人なり、まあ資産を手放す投資家はいないというこう信念を持ってるんですね。その自身を人間投資家と名乗って、三星太陽役竜星涼さんが演じていくんですね。まあ、この狙いを定めたこの人材に企業を進め、企業ってね、起こす業ですね、企業を進めるっていう、いや結構元気をもらえるドラマだなっていう印象なんです。いや、いいな、やる気が出るっていうか、いや頑張っていこう人生をっていうね、まあそういうまあドラマなんです。で、まあ第1話ですね、この太陽が中年男性、まあ小手伸也さん演じてましたね、林田、メガバンクの融資専門次長だったんですが、まあ、融資先の選定をね、見余ってしまって左遷されてしまうんです。現在は子会社の保険会社に出向させられているという設定なんですね。ですからこの人生に対しても左遷して、もう落ち込んで、まあ、自分の存在感がわからなくなっているっていうね、まあそんな存在感を出してる林田なんですが、その人間の人生を劇的に変えていくというね、まあ鮮やかに、まあ、強烈にね描かれています。この林田ね、子会社でも自分のかつての栄光の話ばっかりを持ち出してしまうんですね。まあ過去の栄光にすがるっていうね、まあそんな感じで、まあ社員からもソース感を食らっているんです。でね、かわいそうにも家族にも無視されっぱなしで、もう居場所ないんですよね、林田。で、まあ、銀行員時代の名刺をね、まあ、その次長というね、名刺を手に、まあ、ホステス相手に、まあ、嘘の自慢話をね、繰り広げることでしか、こう、自分のプライドを保てないというね、ちょっと哀れ感みたいなものをね、感じてしまうんです。そのクラブで林田のなりきりプレーを牽制するのが太陽なんですね。まあ、さながら、まあ、この竜星涼さん、まあ、ちょっとね、印象はちむどんどんのあのダメ兄賢秀がね、思い起こしますね。確かにね、まあところどころね、賢秀が出てるんですよね。歩き方とかね、この手の仕草とかね、まあ最後の語尾であるとかね、まあそういうところはね、いやちむどんどん賢秀じゃんっていうね、まあそんな感じもちょっと、まあ、感じましたが、もうね、これいいドラマだと思います。太陽がまあ他の投資家と違うところは、まあ仕事で失敗したり挫折をしてしまった人、将来の夢を諦めてしまった人など、まあ様々な事情を抱えた人生、まあ希望も未来も失ってしまっているというね、こういう分けあり人材をですね、投資していくっていうのがね、これが見ていてね、非常に元気をもらえるドラマだと思います。この林田もね、まあふとした時に自分のことを何の取り柄もない人間、50過ぎてガラクタとね、自分のことを吐き捨てるように言ってしまうんです。まあ自分のことを卑下してしまうんですね。まあ太陽にとってはこの上ない資産なんだと、人間というものは今置かれている状況に何とか適応しようと、自分に都合がいいように、まあ事実を加工コーティングしてみたり、まあその事実から目を背けてみたりと、生きるということはこういうことなんだとね、なんか自分自身の目の前の現実をから目を背けて、まあ自分自身を納得させようとする人がやっぱ多いんだと思うんですよね。皆さんもね、きっとそういう時があると思うんですが、でもこのドラマ一度見てください。非常に元気になります。いや、やる気も起こりますし、いや未来へ頑張ってみようというね、この挑戦みたいなものがね、まあ心の中からふつふつと湧いてきた、まあおすすめのドラマと思います。と専業主婦ながら、
まあ今マンション管理人としてオーナーから絶大な信頼を寄せられている音の役をね、足立由美さんが演じてますね。しかしね、その妻の活躍をね、素直に喜べない夫、いや、こういう感じの夫婦いますよね。その夫役は、あ、なんと大東俊介さんじゃないですか。まあ大阪出身だと思いますよね。南の帝王とかでもよく存じ上げておりますのように、やはりね、その妻のその仕事を素直に喜べなくて、自分の今の仕事に不満不平っていうか、もう愚痴ばっかりを言ってしまうこの夫のように、人生を謳歌していない、まあ将来の夢を諦めてしまった、そのような事情を抱えた、まあ人材に投資家として投資していくっていうね、これちょっとね、面白い物語ですね。林田はその太陽に企業を持ちかけられるんですね。しかし人生には身の丈ってものがあるんだと、鼻から取り合おうとしない林田。まあ50を過ぎて新しい領域に足を踏み出す怖さ、まあリスクもあるんでしょうね。それはわからんでもないですが、まあ、何よりも子会社でも迷惑がられている自分にできることなど何もないと、まあ、自信をなくしてしまってるんですね。自分で自分を見切ってしまっているっていうこの林田、まあ、そこがですね、太陽と巡り合って、まあ、夢を勝ち取っていくというか、人生に光を求めていく、いや、この姿がね、たまんなく良かったですね。太陽のこの言葉がずしっと心に響きました。40、50は花垂れ小僧、60、70は働き盛り、90になって迎えが来たら100まで待てと追い返せとね、花垂れ小僧が諦めるなんて性急すぎるんじゃないとね、声をかけるこの太陽のこの言葉、いや、いいですよね。相手の様々な事情、そして葛藤、情けなさ、不甲斐なさを飲み込んで笑い飛ばしてくれるようなこの豪快さと懐の深さ、安心感がこの滲み出てるんですね。なんだかこの人の前でなら、どんな人間でも、どんな自分でも恥をさらけ出すことができてしまうんではないかと。太陽役の流星涼さんのこの人間臭さ、そしてまっすぐに人を見るあの眼差し、いや、熱いものを感じますね。いや、この役にハマり役ではないかと思って見ていました。林田が心から口にする、誰かに必要とされたい、誰かに喜んでもらいたい、そして誰かのために生きたいというね、この思いですね。これはきっと誰しもが持っている願いではないでしょうかね。いや、今の世の中、人と人とのつながりが急須になっているからこそ、この社会とのまた人と人とのつながりが非常に重要であるとね、伝えているドラマと感じました。で、林田は銀行融資を受けたいベンチャー企業経営者と銀行のマッチング業に着手するんですね。そして次々にその融資話をまとめ上げていく。その実績よりも何よりも人に必要とされたい、頼られたい、誰かの役に立ちたいという彼のこの願望が多くのありがとうという言葉が満たしていく。心がね、スッとするって言いますか、まあ前に向かってプラス思考で進んでいこうじゃないかというね、いや、そんな気持ちにさせられるドラマと思います。そしてラストには、この太陽がなんと大企業の三ツ星重工の社長、まあ、小泉孝太郎さん演じています、大河の弟であることが明かされるんですね。まあ、この兄弟も正反対の考えを持つこの二人なんです。大河は錆びた部品の片付けと言って切り捨てるんですね、元社員の武藤、これはドランクドラゴン塚地さん、いやー、この方もよくドラマ出てますしね、うまいですよね。
が、まあ太陽がどう再起させていくのかね、次週気になるところですね。それではまた皆さん、お会いする日までごきげんよう。さよなら。